表紙目録、名所江戸百景は、浮世絵師の歌川広重が、安政3年2月から同5年10月にかけて、制作した連作浮世絵名所絵である。広重最晩年の作品であり、その死の直前まで制作が続けられた、代表作。最終的には完成せず、2代、広重の保湿が加わって、1リッター祭、広重和代一代江戸百景として刊行された。 半元は魚屋永吉。江戸末期の名所図の集大成とも言える内容で、幕末から明治にかけての図案過倍素定原魚の目録1枚と119枚の図からなる。2代、広重の赤坂霧畑宇宙遊敬も、名所江戸百景の題名を掲げているが、同シリーズに含めないのが通例である。なお、十二。 上野山下41、市ヶ谷八万115、陸には施設中は、広重市の1ヶ月後に出版されているため、これらも2台、広重の筆が入っているとする説が有力である。何気ない江戸の風景であるが、近景と遠景の極端な切り取り方や、俯瞰、長観などを駆使した視点、またズームアップを多岐にわたって取り入れるなど斬新な構図が多く、視覚的な面白さも、 さることながら、多番すりの技術も工夫を重ねて、風景浮世絵としての完成度は随一とも言われている。その魅力は、江戸の人々を魅了し、当時のベストセラーとなり、どの絵も一万から一万五千部のアートすりを用した、ほどだった。反面、多くのアートすりでは色数を減らし、手間のかかるぼかしを省略したため、本来の作品が持つ味わいを損ねることにもなった。実際に、 大橋や竹の夕立や、亀戸梅や法を模写したゴッホ、京橋竹川岩に触発され、青と金のノクターン、マイナスオールドバターシーブリッジを描いたホイッスラーを、はじめ、日本的なジャポニスムの代表作として、西洋の画家に多大な影響を与えたシリーズでもある。江戸は安政2年の安政の大地震で被害を受けており、 名所江戸百景は災害からの復興を記念した世直しの意図もあった点が指摘されている。名所税類の画題には複数の地名を羅列しただけのものが多いが、これらは適宜のよりと望むなどを補って読むとよい。いかに例を挙げる。ありがとうございます。